来年5月、広島で開催される G7 サミットに向け、着々と準備が進んでいます。政府が事務局を外務省に発足させた今日、湯崎知事は前回開催地を視察しました。2016年の G7 伊勢志摩サミットの開催地となった三重県を訪れた湯崎知事。来年予定されている広島開催を前に、三重県の一見知事と警備体制や当時の状況などについて意見を交わしました。我々もしっかりと伊勢志摩のように成功としたサミットと言われるように作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。広島であれば伊勢志摩以上のサミットが開けると思います。G7 サミットの舞台となった三重県志摩市では、当時島につながる橋が封鎖され、最大2万3000人が警備に当たりました。さらにサミット開催時には各国首脳が伊勢神宮を訪れていて、広島サミットでは原爆資料館の視察などが検討されています。2016年のサミット開催後、こちらにはサミットを記念した記念館が作られています。これまでおよそ52万人が来場した記念館を視察した湯崎知事。館内にはさまざまな展示品があるんですが、中でもこちらの円卓は実際に会議で使用されたものだということです。湯崎知事は実際に円卓に座るなどしてサミットへのイメージを膨らませていました。大自然に囲まれたこちらのホテルで会談が行われました。そして私の立っているこの場所で各国首脳による写真撮影が行われました。その後、実際に使われた会議場などがあるホテルを確認。 G7 サミットは来年5月19日から3日間の日程で行われることが今日閣議決定されました。大自然を背に来年の開催に向けて決意を新たにしました。この首脳の皆さんもちろんですけども、メディアの皆さんとそういった方すべてに、広島で良かったなと、広島また来たいなとか、広島ファンになったというふうに思ってもらえるようなサミットにしたいなと思います。